ポーテージ軍はアメリカ合衆国オハイオ州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は16万1419人であり、2000年の15万2061人から6.2%増加した。軍庁所在地はラベンナ市であり、同軍で人口最大の都市はケント市である。軍名はカヤホガ川とタスカラワス川の間の陸路搬送が、 行われていたことから名付けられた。ポーテージ軍はアクロン大都市圏に属している。ポーテージ軍の軍名は、ポーテージトレールと呼ばれる古いインディアン道から来ており、旅人はカヤホガ川とタスカラワス川の間でカヌーを陸路搬送していた。その道は現在、隣のサミット軍内にある。ポーテージ軍となった地域に最初に入ったヨーロッパ人は、1798年に、 現在のマントア軍区に入ったエイブラハム・ハニーであり、1799年4月には、現在のアット・ウォーター軍区に入ったエイサ・ホールが、続いた。1799年6月、ベンジャミン・タッパン・ジュニアがラベンナに来て、町を設立し、デイビッド・ダニエルズは、現在のパルミラ軍区に入り、エベネザ・ー・シェルドンは、オーロラの町に入植した。1826年の地図。 ポーテージ軍には30軍区があった入植が始まった頃、この地域は1797年に設立されたジェファーソン軍に入っていた。1800年、この地域はコネチカット西部保留地全体からなるトランブル軍の中に入った。1802年現在のポーテージ軍全体の領域がフランクリン軍区として組織化され、後には他の軍区も設立された。 1807年2月10日、オハイオ州議会がトランブル軍からポーテージ軍を分離して設立させる法案を成立させ、6月7日に有効となった。翌日の6月8日に最初の選挙が行われ、トランブル軍に付設されていた状況が終わった。当初の領域は現在のサミット軍の大半、メダイナ軍とヒューロン軍の全部、 ロレイン軍とアシュランド軍の一部を含んでおり、コネチカット西部保留地の広い範囲に及んでいた。1808年時点は6つの軍区があった。後に、新しい軍区が追加されて、最大時は30になった。1812年に、軍域からメダイナ軍が分離し、1827年には、カヤホガ軍と領域の微修正を行い、1840年に、 サミット軍が分離した時点で、現在のポーテージ軍領域が確定した。サミット軍は、ポーテージ軍の10軍区、メダイナ軍の3軍区、スターク軍の2軍区を合わせて作られた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は504.06平方マイルで、あり、このうち陸地487.38平方マイル。 水域は16.68平方マイルで、水域率は3.31%である。フランクリン軍区にあるタウナーズ森林公園のあずまや、軍公園体系に属する軍中央部には広大なウェストブランチ州立公園があり、マイケル・ジェイカー・ワンダムと貯水池を囲む大きな緑地がある。軍内には小規模ながら多くの州立公園や地方公園がある。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ポーテージ軍には11の公共教育学区がある。ポーテージ軍の教育学区はありずさらに隣接軍にあって、ポーテージ軍の一部を管轄している5つの教育学区は以下の通りである。イコールモガドア村はサミット軍とポーテージ軍双方にまたがっているが、学校施設はサミット軍側にある軍内には、 バイオメイド科学アカデミーがあり、ノースイースト・オハヨー医科大学のキャンパスに入っている。軍内の全地区から生徒を集めている。軍内には高等教育機関が4つある。ポーテージ軍図、ポーテージ軍は4行5列の20区画に分けられる。このうち18は未編入軍区であり、その中に9の都市と村がある。法人化に軍区はどちらも1つの都市が全体を占めている。 オハイオ州法では、法人化自治体に2種類がある。すなわち都市と村であり、これら自治体に属さない、軍域は軍区に属する。軍区には限定された権限の政府があり、サービスを行う。未編入の町で、独自の郵便局があるものは、下記2つである。キャンプラベンナ軍事訓練センターが、チャールズタウン、パリス、ウィンダム各軍区にまたがり、 フリーダム軍区の小部分にも入っている。元はラベンナ訓練物流サイトと呼ばれ、一般位はラベンナ武器庫と呼ばれていた。ありがとうございます。